分かりみ統計学。統計学の分類。統計学の全体を俯瞰してみようです。現代の統計学を分類したものです。いろいろな統計学があるわね。統計学の主要な概念と手法の全体像を俯瞰してみましょう。本日のコンテンツです。1、統計学、数理統計学と記述統計学。統計学は数理統計学と記述統計学に分類されます。数理統計学は観測されたデータから母集団の特性や法則を推測するための理論的手法を提供します。確率論に基づいてデータからの推定や仮説検定を行い、統計モデルの構築や分析を通じて結論の信頼性を高めることを目的とします。記述統計学は得られたデータを整理し、その特徴を要約するための手法です。またデータセットの特徴を分かりやすく提示し、全体像を把握するために使用されます。そして主にデータの中心傾向や散らばり、分布の形状を視覚的、数値的に表現します。さらに数理統計学のように母集団に関する推測を行うのではなく、主にデータの要約と可視化を目的としています。 2、 数理統計学、推測統計学と多変量解析。数理統計学は主に推測統計学と多変量解析に分類されます。 3、 推測統計学、伝統的統計学とベイズ統計学。推測統計学はサンプルデータを用いて母集団の特性を推測する統計手法で、主に伝統的統計学とベイズ統計学に分類されます。それぞれの手法には独自のアプローチがあります。伝統的統計学はデータに基づいて推論を行う方法で、確率を長期的な思考回数の頻度として解釈します。また伝統的統計学には推定と検定の2つの主要な手法があります。推定は母集団の特性を推測するため、検定は仮説の正しさを検証するために使われます。推定はサンプルデータを使って母集団の特性を推測する方法です。点推定ではサンプルから得られた単一の値で母集団のパラメータを予測します。区間推定ではパラメータが含まれる範囲を示すことで、より信頼性のある推測を行います。検定はサンプルデータをもとに仮説が正しいかどうかを判断する方法です。最初に帰無仮説と対立仮説を設定し、データから計算した統計量を使って仮説の正しさを評価します。 P 値が設定した有意水準より小さい場合、帰無仮説は棄却されて対立仮説を採用することになります。ベイズ統計学は事前の知識や信念をもとに事前確率分布を想定し、データを用いてその知識を更新、ベース更新しながら推論を行う方法です。ベイズ統計学はベイズ推定、ベイズ決定、解像ベイズ法に分類されます。伝統的統計学とベイズ統計学はそれぞれ異なる確率の解釈や推論のアプローチを持ち、適切な状況に応じて使い分けることで、より有効なデータ分析が可能になります。多変量解析は複数の変数を同時に分析し、それらの変数間の関係性やデータのパターンを理解するための統計手法です。主な多変量解析手法です。これらの多変量解析手法はそれぞれ異なる目的に応じてデータの分析や予測を行い、複雑なデータセットから有用な情報を引き出すために活用されます。多変量解析の主な手法としては、回帰分析、因子分析、判別分析、共分散構造分析があります。回帰分析は
複数の説明変数が目的変数に与える影響を分析する方法です。因子分析は複数の観測変数を少数の潜在因子にまとめる手法です。判別分析はデータを異なるグループに分類するための手法です。共分散構造分析は複数の変数間の因果関係をモデル化する手法です。分かりみ統計学、統計学の分類、統計学の全体を俯瞰してみようでした。今回の統計学の分類はこちらの文献を参考にしました。ベイズ統計学の全体像が分かりやすくまとまった本です。またエクセルを使ってベイズ推定などを体感できるわよ。おすすめの一書です。わかりみサイエンス、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。